忍びの超開花パーティーやりたいんですが、スキルなどのダメージは弱々でも超火力の火力で螺旋いけますか。はい、ね、今の原神超開花反応が最強です。最強っていうかコストパフォーマンス最強だし、実際問題最強。あの中国のティア表があってさ、なんか中国でティア表を出してる人がいてね、で、まあ、まあそのティア表もね、まあ、なんか賛否両論いろいろあるんですけど、まあでも参考にはしていいと思うね。ある程度のうどみにすんのはよくないけどね。でその中国のティア表でアタッカーティア0一番上に入ってたのがライデン2凸と無凸アルハイゼンと双幻覚だね。まあ正直ライデン2凸の評価さすがに、まあ、ライデンそもそもアタッカーかって言われたら息切れする時間があるから、まあ、ライデン2凸アタッカーに置くのもなんか違う気がするし、まあ、アルハイゼン無凸の評価も高すぎる気がするし、まあまあまあ、まあ、ちょっと思うところはあるんですけど、でも双幻覚ティア0に置くのは面白いっすね、うん、まあ気持ちはわかるわ、双幻覚そんぐらい強いから、一番コストパフォーマンスがいいし、まあ、廃課金と同等の火力が出せるんで、まあ、困った人はね双幻覚置いてね、まあ茎忍で超開花するのが一番早いっす、うん、で攻撃力もスキル火力も爆発の火力も全部無視して、とにかく熟知にぶっぱで OK、 うん熟知にぶっぱしましょう。いやライデン将軍の二凸ってめちゃくちゃ強いけどな、10万とか平気でいくしな、うん、まあ、アタッカーかって言われるとね、まあ、7秒間アタッカーだからアタッカーか、うんまあライデン将軍も確かにアタッカーか、アタッカーか、クールタイム18秒で、クールタイム18秒ってアルハイゼンと一緒やしな。稲光、すなわち永遠なり。で、あ、で、持続時間7秒のオッペイソードでしょ。7秒間はずっと無双の人たち振るって考えたら、まあ、アルハイゼンのプリズムがちゃんと続くのだって8、まあ、プリズムが2個続くって8秒だし、フータオの強化時間も9秒だし、まあ、確かに、クールタイム18秒で7秒間暴れられるバフスキルって考えたら、ライデン将軍もアタッカーに入れていいな。一定時間火力出し続けるのがアタッカーの定義だし、まあ、ライデン二凸を、まあ、ティア表上位に入れるのは、確かに合ってるな。律令に従え。アルハイゼンがティア0かって言われると、ちょっと持ち上げすぎな気がするな。うん。クキシノブは無凸でほぼ完成してる。そう、クキシノブの良さはコスパの良さです。めっちゃコスパいいっす。ふわふわのコートを着てから分厚い帽子をかぶって襟巻きも巻くんですよ。かわいい。ほら、手袋も忘れちゃダメ。用意ができたら雪だるまを作りに行こう。襟巻きも巻くんですよ、手袋をもう忘れちゃダメ。ママだ、ヨーヨーとナヒーダはママだ。甘えてレロ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 がやばい。